中国遼寧艦隊が320回の発着艦訓練とアメリカのグアムに急接近との情報をキャッチしました。今回はこの遼寧艦隊の動きと320回もの発着訓練を詳しく見ていきますね。海底には確実に原潜がいると予想されますが、爆音の原子力潜水艦では位置がバレバレですよね。近平はそれどころではなく、国内景気など中国は今パニック状態です。アンポンタン。2023年も昨年に引き続き、年頭より北朝鮮がミサイル発射を敢行すると、日本の周囲の安全保障環境は相変わらず険しいと言わざるを得ない状態で幕を開けたが、やはり最大の脅威なのは中国の動きだろう。中国は練習用の航空母艦とミサされている遼寧を中核とし、ミサイル駆逐艦3隻、ミサイルフリゲート艦1隻、高速補給艦1隻からなる6隻の海軍艦隊を起こし、2022年12月中旬から下旬にかけて太平洋方面へ進出させた。その意図は、アメリカや日本が同時期に2023年度以降の軍事予算の概略を決め、その内容に日本であれば中国を意識した長距離攻撃用のミサイルの開発と調達、アメリカであれば台湾への兵器支援を包括していたことへの威嚇行為だと考えられる。中国海軍では今から11年前となる2012年9月にこの遼寧を自国海軍で初めての航空母艦として就役させたが、同艦はもともとは旧ソ連でアドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦ワディャーグとして寄港されたものだ。そのワディャーグは1991年の旧ソ連の崩壊によって未完成のまま、その扱いは二転三転したものの、結局その機に同国からの独立を果たしたウクライナが保有権を得て最終的に中国に渡ったという経緯がある。この部分の経緯を捉えて、現在のロシア・ウクライナ戦争においても、親ロシア・反ウクライナを主張する勢力は、日本を害する中国に手を貸したのが、ウクライナだと、糾弾を行うことが多々あるが、ことの本質とは言い難いだろう。中国が、ウクライナから、1998年に、ワディャーグの購入を行ったことは、純然たる事実ではあるが、ウクライナは、未完のまま放置された同艦を、スクラップの名目で、マカオの中国系企業に売却しており、航空母艦としてではなかった。しかも、その時に、ワディャーグを購入した中国系の企業は、その使用の用途を海上に浮かぶカジノとして再利用するという案を示しており、明らかに、中国側が虚偽の理由をつけて入手した状態だと言えるだろう。ただし、少し冷静に分析を行う視点を持つならば、マカオの港は水深が浅く、ワディャーグのような中型の航空母艦が係留できる環境ではなく、中国側が当初より申告した用途に用いることは困難だとは判断できたようにも思える。ただし、当時ウクライナの黒海に放置されていたワディャーグは艦艇として未完成のため、他の艦船で中国まで曳航する必要があり、それには地中海を通って航海するしか手段がなく、その実現にはトルコの協力も不可欠だった。トルコは黒海と地中海をつなぐボスポラス・ダーダネルの両海峡の艦艇の航行に関して、国際条約であるモントルー条約に基づいて判断を下す裁量権を有しているが、そもそも同条約では航空母艦の航行を禁じている。航空母艦として未完成とはいえ、純然たる航空母艦の外観を持つワディャーグのボスポラス・ダーダネルの両海峡の航行に
当初は否定的だったトルコだが、中国側の交渉に応じて、その許可を与えたとされている。この時、中国側がトルコに示した条件は、当時、経済的な成長を続けていたことを背景に、トルコ向けの観光客を、従来よりも、年間で200万人も増加させるというものであり、そのインバウンド需要の大きさで承知させたものだ。このあたり新型コロナウイルスの世界的な流行りに見舞われる2020年まで、日本でもインバウンド需要の最大の顧客が中国から訪れる大量の観光客であったことを思い起こせば、一概にトルコを責めるわけにもいかないとも思える。何にしろこうした関門を乗り越え、中国は経済的な力を背景に、ウクライナやトルコから了承を取り付け、最終的には2002年3月にワディアグオタイ連港へと栄光し、そこから10年をかけて遼寧として完成させるに至った。遼寧は基準排水量 58,500 トン、満載排水量 67,500 トン、全長 301.0 メートル、全幅 78.0 メートルの艦隊を持ち、航空母艦としては世界まとみても中型とみさされる規模だが、カタパルトは装備していないストーバー方式の艦艇である。ストーバー方式とは、艦首部分にスキージャンプと呼ばれる緩やかな勾配を設けて、これを発艦装置として使用し、着艦にはアングルドで喫起状でアレスティングワイヤを機体のフックに引っ掛けて停止させる方式を言う。このストーバー方式はアメリカ海軍の大型の原子力航空母艦で、標準である射出用のカタパルトを用いないため、発艦時には当該の航空機の燃料や兵装の搭載に制限が生じ、単純比較であればどうしてもその分攻撃能力が減衰されることが否めない。ただし、航空母艦へのカタパルトの装備は、2023年時点でも、アメリカ海軍を除けば、フランス海軍のシャルル・ド・ゴール、一隻しか就役中の艦は存在せず、それすらも、アメリカ海軍から技術供与されたことで、実現している状態である。かつて、旧ソ連海軍は、アメリカ海軍への対抗上から、ワディアグを含むアドミラル・クズネツォフ級航空母艦等の配備を進めていたが、最後までカタパルトの実用化は叶わず、ストバー方式しか実現できなった。また、旧ソ連やそれを引き継いだ現ロシア海軍も同様ではあるが、現在はアドミラル・クズネツォフ一隻のみを航空母艦として保有、運用しており、同国内ではこれを航空母艦とは言わず、重航空巡洋艦と称している。これは、1970年代に旧ソ連海軍を代表する艦艇であったキエフ級航空巡洋艦から続く慣例であり、伝統的な陸軍国として、指導者層が航空母艦への理解が浅かったことや、前述のモンテルー条約における制限をクリアする意図があった。旧ソ連でも、黒海から地中海へと進出するにあたっては、トルコの管轄下である、ボスポラス・ダーダネルの両海峡を通過する必要があり、航空母艦の航行を禁じるトルコ側に、それを了承させるためにも、重航空巡洋艦という、呼称が選択されたと言える。さて、遼寧であるが、その艦隊の規模からして、西側諸国の推察では、艦載機の数は、少なくとも50機以上と見積もられていたが、2014年に中国メディアでは36機と報じられ、標準は J15 戦闘機が24機、その他各種の回転翼機が12機と紹介された。もともと、ワリャーグオだった頃の航空機用の格納スペースの面積はおよそ4500平方メートル弱であったが、同艦には、巨大な艦対艦ミサイルである P700 グラニートを搭載する仕様で、設計が行われていたという問題があった。
遼寧として中国海軍が再生し収益させるにあたり、この P700 グラニートを搭載するためのスペースは設計変更され、およそ5380平方メートルと約2割ほどは拡充されたが、そのすべてを格納庫に改めるまでには至っていないようだ。遼寧が搭載する主力の艦上戦闘機である J15 だが、こちらも旧ソ連時代にスホーイ設計局が開発した SU-33 の試作機をウクライナ経由で入手し、それを中国側がデッドコピーして開発したものと見さされている。そのため、2010年頃のロシアと中国との関係は微妙であり、自国の主要な輸出品でもある戦闘機の SU-33 を勝手にコピーされた側のロシアは、決して手放しで中国のこうした行いを認めるわけにもいかず、今に至っている。中国メディアにおいて、J-15 はアメリカの F-22 ラプターには及ばないものの、その他の戦闘機と比較すれば、空気力学的な観点からの優位性も高いと自画自賛しており、2022年時点で70機弱が生産されていると召されている。中国海軍では、2019年12月に、初の国産航空母艦として、遼寧をベースに2隻目の山道を収益させているが、こちらもストバー方式を継承し、艦載機も同様の J-15 を主力戦闘機として運用することが確認されている。